カメレオンパーティーは f m ファイ5で2016年10月2日から放送されているラジオ番組。近年ファイ5では日曜日の午後夜の時間帯にアイドル専門番組を放送してきたが2016年10月の改編をもって総合音楽番組として刷新した。大宮ルシェ5階にある CD ショップ HMV 大宮ルシェ店内の スタジオある種から公開性放送を行っていた。この番組ではパーソナリティを務めるラジオ界きっての全方位男でもある土屋レオが情報に対してレオなりの解釈を持って番組を送るとともに佐々木もよことともに様々な話題とバラエティ豊かな音楽を送る。毎年4月から9月のプロ野球シーズン中は同時間帯に埼玉西武ライオンズ戦中継が 行われるため、放送時間が夕方に移動される。2016年10月16日放送分は、特別番組により休止となった。2017年12月31日から2018年1月1日を、またがって、カメレオンカウントダウンパーティーが放送され、カメレオンパーティーと合わせて、計8時間放送していた。2020年8月9日の放送中に、 今日が200回放送らしいと発表。全民のプロデューサーから引き継いだ弦。プロデューサーは200回、立ち上げ当時からのスタッフは203回と意見が分かれていたが、統括しているディレクターから多分200回とエクセルの表が提示され、おそらく200回ということで落ち着いた。2020年10月4日の放送から5年目に突入し、トークパートの BGM もリニューアルした。 2021年8月29日の放送で今後短縮版の日のメッセージテーマは2つを多とすることを決定発表した2021年10月3日の放送から6年目に突入し制作中のもよこちゃんの曲から派生したジングルがオンエアされたプロ野球シーズン中は基本的に野球中継があるため試合開始時間中継終了時間によって この番組の放送時間が変わる。野球中継の代わりに J リーグ中継を放送する場合も同様の対応となる。試合状況によって13時試合開始の試合では最大で17時まで、14時試合開始の試合では最大で18時まで延長して中継するため、その場合は野球中継終了後からの短縮放送となり、コーナーの順序が入れ替わる。 カメレオンミックスが休止になる等の対応が取られる。その他の試合開始時間の場合は、下記の通りとなる。土屋の代打、佐々木の代打ゲストコーナーミュージシャンだけではなく、大宮駅の駅長やタレントも出演となり、各ゲストにより2曲ずつ選曲される。2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年日曜日に、 出かけている人が車の中などで盛り上がれる有名アーティストの楽曲を約15部のミックスするコーナー。時間短縮で放送される場合は休止することがある。取り上げたアーティスト等は以下の通り、日曜日発売のスポーツ新聞をもとにスポーツに関するトークをする。パーソナリティの二人がスポーツに興味があるということでこのコーナーが設けられた。 日曜日も仕事で働いているリスナーに電話するコーナー。2017年10月からは日曜のみならず平日も働いている人も電話をつなぐ対象になっている。佐々木が土屋とリスナーに伝えたい流行り物やハマっていることを紹介するコーナー。セレクトは佐々木自身のため作家やスタッフは関わっていないことが2016年10月9日の放送で明かされた。 2017年4月9日、放送分から12時55分の時間枠で、サンデーライオンズの中継が入り、時間枠が夜に移動したことにより、佐々木がスナックのママに奮して、リスナーの悩みを相談するコーナーが始まった。相談は、受けるが回答より、アドバイスがメイン。アドリブで繰り広げられるため、アドリブに困らないようにスナック内の内装とママの、 全職を事前に決めているがトークを繰り広げるうちに設定が忘れ去られている。2017年5月21日以降からは内装はしりとりになっている。2017年7月23日によるカメパから昼カメパに切り替わる際一旦閉店となったがカメレオンカウントダウンパーティーで日付を超えたとともに復活を遂げる。2018年4月からは 全職の設定はなく、リスナーから3つのキーワードを募集しその単語を会話の中に取り入れる方式になる。キーワードは番組内のトークで出てきた単語が主である。2019年はキーワード制は廃止。もよこままは無許可営業をしている設定でコーナーの終盤にパトカーのサイレンが鳴ったら刑事コロンボの BGM と共に逃走する演出になった。2020年は 内装のこだわりはアドリブで占いを習得し、ラッキーアイテムを毎回占う。占いは毎回変化する。2021年はモノマネをテーマにした。第1シーズン第2シーズン第3シーズン第4シーズン第5シーズン2018年4月1日から始まった土屋レオ主導のコーナー。基本ラジオでは一番しか放送されない曲をあえて一曲丸ごと放送し、ここが気持ちいい。 というポイントを曲に重ねて解説するコーナー。感情移入してしまい、曲を止めてしまうこともある。時に鍵盤を弾いたり歌ったりしながら、土屋レオシテンのフォーカスで楽曲の面白さや、聴きどころを例えを駆使してわかりやすく、熱く解説している。かねてより話題に上がっていた、もよこちゃんの曲を作るを、土屋の2021年の目標に掲げ、楽曲制作の過程を報告するコーナー。 2021年1月24日からスタート。4月の頭までにメロディーの骨格を作り、佐々木もよ、この誕生日4月23日の完成を目指す。土屋が考えるもよこちゃんの声を生かした形をもとに、佐々木の希望やその場のトークで生まれたアイデアを取り入れ、鍵盤を弾き歌いながら曲作りの裏側を公開している。2021年4月4日の 曲の途中ですみませんのコーナーを特別編作曲の途中ですみませんとして土屋が歌うもうよこちゃんの曲のデモ音源を初公開佐々木から出てきたワードラジオが好きネットフリックスに負けるなのを思いラジオに飛び込んでラジオの虜になった佐々木とラジオのヒストリーを歌詞に取り入れている以降5月2日まで同コーナー内で毎週制作過程を報告した 佐々木の誕生日直後の4月25日の放送で、土屋が歌詞をはめて弾き語りし、叩き台として披露。翌5月2日の放送で、佐々木が歌う曲のキーと1番の歌詞が決まり、佐々木が歌って、土屋に送った歌と、そこから修正を加えた、土屋の生歌を放送。2番の歌詞の展望を語った。以降は、曲の途中ですみませんのコーナーの冒頭等で、 進捗状況を報告している。ここから先は放送外で制作を進め、今週の完成、お披露目を目指す。2016年10月23日放送で、カメレオンの部屋に元、キリンジ、堀米康幸がゲスト出演した際、ゆったりとした曲調と喋り口調を聞いた佐々木が早口言葉が得意か、尋ねたのがきっかけ。その際提案された早口言葉が、 アブリカルビ。その後、不定期でゲストコーナーの締めに挑戦してもらい失敗したらコーナー終了となる。以下は挑戦者の名前。放送開始時から2017年3月26日まで放送された番組が気になるありとあらゆる物事に関して偉い人や専門家に電話をつなぎ解説してもらうコーナー。 ナイター中継のシーズンへ突入し放送するコーナーが変更になったため終了となった。放送開始から2017年3月26日から放送された保育園の父母会の会長を1年経験したことが、ある土屋の経験を生かし、子育てに関するエピソードや相談をリスナーから紹介するコーナー。教えて、偉い人同様ナイター中継のシーズンへ突入し、 放送するコーナーが変更になったため終了となった。放送開始から2017年9月24日まで放送された意見が2つに分かれる物事に関してリスナーに意見を求めてディベート形式で討論をするコーナー。土屋は両方の意見を聞いてそれに合わせたコメントを即興で喋るため元の話とかけ離れたことを言うことがありメールの度に意見を変えるので ポジションとしては、中立ではない。2016年12月18日放送会では、クリスマス派が、佐々木、正月派は土屋に分かれて、討論をし、以後はこのシステムで放送することになり、意見が分かれた際には、くじ引きでプレゼンを行う。2017年8月27日放送からは、ツイッターのアンケート機能を使って、ディベート後の意見を募集することになる。 新コーナー開始に伴い2017年9月24日をもって終了となった。2017年10月1日8日限定コーナー。放送開始して以来、佐々木も横はミスカメレオンやスナックも横でテーマを考えてきている中、1年経って土屋レオは事前に用意するなどのコーナーがないため2017年10月1日からコーナーを立ち上げた。 コーナー案を決めていなかったため10月1日と8日、放送会でリスナーからやってほしいことを募集し、事故の昭和世代パーティーが開始された。2017年10月15日から2018年3月25日まで放送されていた昭和のことがわからない佐々木も、横やリスナーのためにあらかじめ決められた年にタイムスリップし、その年に起こったことや土屋レオが体験した出来事を、 振り返りながら、その年にヒットした曲をオンエアするコーナー。言葉で紹介するだけではなく、当時発売されたものや流行したものを購入し、リスナーに伝える。2018年3月25日放送分で、土屋レオが10年後にこの続きをやろうということで終了した。全番組アイミートアップから継続して放送される箱番組。パーソナリティはロッカジャポニカ。 番組は別収録となっており、土屋と佐々木は出演していない。2019年4月28日で終了。土屋、佐々木、番組スタッフが週替わりで持ち回り、完全プロデュースでお任せするコーナー。環球の間の時間。長めの曲や続けて聴きたい2曲をセレクトし、ゆったりする時間として、 目指せてっぺんしゃべろっかジャポニカのコーナー5枠で2019年5月5日から9月29日まで放送された。初回はトイレに行きたくなる時間としてトイレの神様を選曲。2019年10月6日より16時台後半にディスコソングをお届けするコーナーにリニューアルするとして最終回はディスコソング2曲を選曲した。2020年春にディスコソングを終了し、 その後は、土屋と佐々木が、週替わりで選曲した2曲を放送している。毎週土曜日の12時55分から17時55分は、ヒッツ・ザ・タウンを放送。ありがとうございます。